始まったのは東京公演、まず7月の19かな、確か。いや、もっと前か、14ぐらいから。まあ6公演やらせていただきまして、で今回大阪に来て、大阪公演も無事終了いたしました。おお、すごいぜ、ザッチくん。頑張った、ありがとう。ありがとう、すごい。パンパカパーンって、なんだっけ、くす玉。くす玉起きた。山ちゃん、頑張った、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。画面横にしようかな。ちょっと待ってな。あ、横にできるわ。こうね。ちょっと待ってな。はあ、もうなんかマジで終わってもたんかーって、すごいなんか寂しいな。寂しいな、みんなとの別れ。もうほんまに寂しくてじゃなかった。アングルが下すぎるな。ここに立てかけられるのでは。 事故った、シンプルに事故った。 すぎる、あかんわ。いなっち、お疲れ様。どうも、こんばんは。11時半のやつ行きました。めちゃくちゃいい作品やった、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいね、こうやってさ来てくださってさ。でさ、なんかコメントでさ、見に行ったよって言ってくれるのほんまに嬉しい。安定する場所ないかな、なんか探してる今。とりあえず部屋の片付けしながら喋っていい？山ちゃん、ファンレベルが上がりました、ありがとう。いつもありがとうございます。あら、ハートもありがとう。あ、くす玉もくれた、ありがとうございます。山ちゃん、ありがとう。いい作品に出会えてよかったです。私もよ。いや、もうさ、1時前やからさ、今日はもう配信できんかなと思ったけど、ちょっと喋りたいやん、どうせなら。明らか不安定な場所やねんけど。東京と大阪で変わったところが気になるって、誰の？私の？私の芝居？何？誰の話？教えて教えて。もうさ、もうネタバレも何もないやん。もう喋ろうや。喋ろう。もう見てない人はさ、何の話ってなるかもしれんけどさ、もう今日はさ、良くない？もう見た人、ガンガン喋っていこうぜ。さ、ですね、私は明日出るというのに、大阪来てすぐぐらいにね、酒を買ってしまったんよ。だからこれを消費しなあかんわけ。別に今飲みたくないのよ、けど消費しなあかんから飲もう。明日は春組、そうそう、さ、春組が最後飾ってくれます。少
少し変わったのは、まあ、風子は芝居を、追加シーンとかは特にないです。変わったのが二郎だね。早速こぼすやん。嘘でしょ。このワンピースこぼしただるい酒ワンピ。舞台終わりの酒はうまいのでは。いや別にさ、酒で私何かをなんか、あーエルキッターとかないからさ、とりあえずジュースやと思って飲んでる。なんか限定らしい。結局なワインが一番ないね。そう、ほろ酔いでさ 3% やで問題ないよそんな。甘いよ、マンゴーとピーチだから。あ、で追加シーンっていうのはあれですね、分かる人にしか分からんことばっかり今から言うで。手紙のシーン、嘘全然嘘。手紙のシーン終わって、やっちゃうちゃうちゃう。永井と先生が最後の別れあるじゃないですか。長い返事、これもまたドラマチックですね。あんたやっぱハイカラだよ。パッで、はけていくねんか。はけていって、でその後まあ言うたら次のシーンの関係もあって、まあ二郎が舞台にいる時間が少し長いんですよ。で今まではまあ結核になってもう歩くことすら大変しんどい、っていうね。それとともにまあ大切な唯一の友人と別れるっていうそのシーンが、まあ、二郎にとってはめちゃくちゃ辛いじゃないですか。でも、もう体もメンタルもボロボロな二郎が机に向かうっていうシーンを今回からちょっと前のまだ若干健康な時に夢うつつ泣く泣く世に生きるのは我が心なんちゃらみたいな言ってるんだけど、それを言ってるのが3年前なんだ。だから3年後にまたそのセリフを言うっていう、そう、次郎が喋ってます。はい、セリフが追加になってました。食うと痩せづらいと細いよ。こんばんは、夏組お疲れ様でした。ありがとう、お疲れ。あ、カディちゃん、なんか花火売ってくれてありがとう。元気？ありがとうね、来てくれて。ファンレベルも上がりましたと、おめでとうございます。リナッチは今日までだけど明日待ちそわします。うわいいな。もうめっちゃ見てきて、もう私の分まで見てきて、私の分まで頼んだよね。どうだった？
なんかどうだったってさ、すぐさ見てくれた人にさ聞きたくなっちゃうけど、どうだったの感想をさ、で逆の立場だから感想述べんのってめっちゃむずいよね。めっちゃむずいと思う。触ってって言ってくださいよって。いやあれはさ、あのシーンのあれだから言えるんだよ。もうあれも言うことないんか。うわ今日の切なかったな。もうめっちゃ辛かったな。次郎とさよならしたくなかったもんな。ねえ先生、お願い聞いてくれる？触って。え？ A の顔がマジでずるい。そんなごめん、困らせて。タラジさん弱ってんのに。私に触って、お願い。はあ、はあ、ありがとう。どうもザッチ君、どうも。伝わった？どうだったは返しに困る質問の人でしょう。触ってって一瞬下がるところがグッときた。ああ、私が後ろに下がるシーンのことのことを言ってる。 3% でも言えますか。うん、今疲れてるから、疲れてるから褒めてくれたら褒めてくれた分だけ飲む。あ、飲むってもうこれしかないんだけど。ちゃうね、明日早起きやねん。こんな、あの思い出に浸ってる場合じゃないんですよ今私は。本当にめっちゃいい舞台、それのハッピーエンドではないので感想は難しいですよ。確かにな。今日友達が見に来てくれたんだけど、うん、なんかこのシーンがあれどうだったとかじゃないけど、シンプルに褒めてくれてめちゃくちゃ嬉しかった。あ、そうそう、あーグッときた。そうね、あれはあの、あ、台本みんな持ってないか。台本にね、あれとがきって言うんですか。ちょっともうカバンの中身も、え、もうどうしよう、明日ちょっとさ、明日やばいってスケジュールほんまに。ね、そのもう台本ボロボロやばい。その最後、そうそうそう、お久しぶりです。うん、先生お久しぶり。お元気でしたか。もちろん。いいえ、嘘をついた。ずっと会いたかった。はい、もう二度と会えないんじゃないかって何度も頭の中で考えてしまった。はい。ねえ先生、お願い聞いてくれる？何ですか？触って。え、私に触って、お願い。で、トガキ。風子、一度は近づいた手に怯える。だからそれがそうですね、近づいた手に。だがもう一度坂本と目を合わせて、坂本は優しく風子の頬に手を当てる。風子は少し怯えながらもとても安心したように、そしてその手を愛おしそうに撫でる。ここに先生がいる。怖くありませんか？うん、
全然っていうやつですね。コーナーさん、ファンレベル上がりました、おめでとうございます。ほろ酔いの、マンゴーとピーチ、夏ですね。とにかく切なく悲しいとしかですよね。いやでもさ、なんでだろうな、生きろって言われてるからか分からんけどさ、不思議なことに心はすっきりとしておりますなんですよね、本当に。なんか本当雨降る正午の話はずっとできるな。ちょっとマジでさ、触られるの慣れてないのに先生だからいいんだって感じがたまらない。はい、そこについて話させてください。はい、その通りです。まず冒頭の割と頭のフーコ登場のシーンで、あーこれみんなに台本持っててほしいわ。おぼろ月を歌った後、坂本さんが目を覚ましましたか、誰、近づかないで、落ち着いて、何もしません、そんなの嘘だ、知ってるの、男の人は信じちゃいけないんだってって言ってるのね。うん、そのだからまあ男の人を信じてないわけですよ、風子ちゃんは。でチャンバラごっこをしてね、男って可愛いもんでしょみたいな、まあ言ってるけど、その後のシーンも実は次郎が風子に触れるシーンは一個もないんですよ。なんか肩ポンってするとか、よし行きましょうとか、そういうのも一個もなくて、でも、あ、そうだからさ、あの機関車乗った後とかさ、降りましょう、ふうこさん捕まっておきなさいって触るときに、やめてって、やめてって言うんだけど、その前のその前ね、降りましょうって言って、で私は、あのふうこはさ、壁分厚いわけないやん、だからさ、ありがとうって言葉も絶対聞こえてるし、でなんなら私のふうこは隙間からその様子を見てるんですよ、袖で袖で先生がどういう行動をとってるかって見ちゃってるんです、見ちゃってるの。んで、んで、隣の部屋まで3キロはない、うん、ないないない、打ち上げでこんなになっちゃうみたいな、かわいすぎて心配になる、あれなんだと、はじめましてすわし、はじめましてって、あなた明日もあるんだから寝なさいどうも桐山さんこんばんは、雨降る正午一人打ち上げしてます、見に来てくださった方との、あの解釈というか私なりの解釈を話し続けてます。うん、そうで、だから私的風子は、あの風子隣の部屋行くって言ったら絶対ありがとうとか聞こえてるし、隙間絶対あるから、その隙間から私は見てるんですよ、その先生が。うん、で先生と長いこと過ごしてたけど、私的には、まあ、どういう行動を取るんだろうって
うん、見てるわけで、机にあ何か封筒置いたなって、うん、思ってさ、で本当によれよれよぼよぼになったさ、ジローがさはけていくわけよ。でもさ、その姿は私の目の前では見せてないわけよ。うん、だからさ、あーそんなに辛かったのかと、私はまあ最後かもしれないっていう気持ちで来たけど、もっとなんか気軽に話したいとかさ、今3年ん3年かじゃない、まあ会えない1年弱何があったとか、うん、なんか楽しく話をしたかったなって思った自分を若干なんかもっと何やろ、あー伝わらへん、伝わんねー、自分の頭の中でやって整理できてるのに、はあダメだ。桐山さんがお芝居の台本を書いたの、そうです、はい、じゃーん、うん、まあまあそんなわけで、どういうわけだよ、こんばんは。でそうだから、何回ももう 3回目ぐらいの話やけど、隙間から見てて、その弱ったジローを見て、まあまあ辛いよ、だってそんな姿私の目の前に見せてなかったの、ああそんなに大変だったんだと。でまあまあお茶菓子なんてあるわけもなく、でも先生のことだから、私の風子の前ではずっと先生でありたいし、弱った姿は見せたくないって、その後に何や、あなたにこれ以上あなたに弱る私を知ってほしくない、本当にごめんなさいって一緒に書いてるんだけど、本当にその通りなんですわ、うん、うん、だからその部屋から出ていく姿を見て、ああ、あなたはどこへ行ってしまうのかと、ああどこかに行ってしまうんだと、そんないなくなり方ないよって なるじゃん。けどそこを追いかけない風子は強いよね。だって察してるわけじゃん、私は察してると思ってる、うん、でさ、あの風子によっては一緒だ一緒だって、うわーって駆けつける子もいるし、一緒だって思いながら言ってる、私はあ先生が机に置いたのは、うん、一緒なんだなって、もう分かりきってるから、隙間から見てるから、もうだからね、追いかけないよ、とりあえずやってくれたな次郎ってやってくれたな次郎って覚悟を決めて読むわけですよ。ってか覚悟決める前に私もう風子さんっていう字だけでも無理やねん、風子さん、お疲れ様です、風子さん、坂本二郎って書いてる、だね待って、え？ん？え？待って、え？坂本二郎ってなってるけど誰顔真っ赤にって言ったら桐山さんやん、もうちょっとやめない、ご本人降臨やめてよ、もうやだよ、
聞かないでよ話。顔赤ちょっと一回冷ますわ。顔赤すぎやん。あ、でも鏡で見たらそうでもないな。え、なんでこんなさ顔赤く見えるの、めっちゃ嫌なんやけど。ジロー本人やめてよ、ご本人。被災と支援が見守りますね、ふうこさん。寝て寝てくださいよ皆さん、本当に。そう、今なんだかんだ、え、待って、10、20、もう数えられへんよ。40、うわ、もう40分も喋ってるよ私。あのさ、思うねんけどさ、あの雨降る正午風吹けばトーク、なんか一生できるな。え、偽物かと思ったらガチの本物さ。せやでってことでしょ。子さんじゃないのよ、ジローをやってる。そうです、え、三好さんってことやろ。うん、え本当になんで、あの飽きたら全然もう見ないでいいので、はい。ジロー実はどっかで生きてる説ないかな、どっかで。なんかでも衣装、衣装出してるけど、いやでも絶対どっかで生きてるって。ろれつが回っていませんよ、ふうこさん。しっかりしな。いや、ちゃんと喋れてるからやめてくださいね。大間さん可愛い、ありがとう、ありがとうございます。いやもうね、本当に 3% の酒、 30% の間違いやない。どうやら 3% みたいですね。果汁 1% しか入ってないって。セブンのワイン追加しますか。ワインはやめときます。え、そうだから何の話、何の話したかったの私。なんか話そうとしたのにな。あ、そうだそうだ、思い出した。あれよ、もうね、今お酒を飲んでしまったわけじゃない。私はさ、寝落ちする確率も高いわけ。でも明日はちゃんと起きなきゃいけないの。だからね、もう部屋帰ってきてすぐにアラームセットしたし、今携帯充電してるから絶対電源が切れることはない。あとはこの部屋をどうするか。あの、私のさ黄色い衣装の時、靴が私物で、私物なんですよ。でさ、持って帰るってことを、だから今日だ、今回持って帰んなきゃいけないのをすっかり忘れてて、もうキャリーバッグ入らんのよ。もうね、だからね、荷物はね多分増えてないけど、あー、帰る準備すんのに2時間かかりそう。待って、お風呂入って髪の毛乾かして1時間やろ。どうすんの私、どうする。待って、え、投資シーズンは、いやでも新幹線で寝そう、キャー。いやでもなんかそれだけ
毎回このお芝居、この作品をやりきれるのが、やりきれる、やりきって届けられてるのがもう、うわいいなって、そんな軽々しく言うもんじゃないですけどね。うん、ええ、言うもんじゃないんだけど、でもいやいやいや、もう9公演できただけでも十分すごいよ。大阪、東京も全部夏組やらせてもらえたんだから、うん、もう寝たかなね。ありがとう。何、昨日の三好さんのツイッターで、ナッチ借りてきた猫みたいだった、今日は本拠地だから虎みたい、ん、ツイッターでなんか言ってたの、ん、そう、だからね、総括すると楽しかったわ。うん、なんか言ってたよ、総括するとって、ほら、総括すると楽しかったわ、案外とって感じこんばんは。まだまだ喋れちゃうけど、寝なきゃ、寝るか、ちゃよ、お風呂に入らないと、ちゃよ、その前にメイクを落とさないと、わあ、そう、なんかさ、明日はさ、改札を抜けての稽古なわけで、まあだから私の雨降る正午風吹けば終わったけど、このまだね、明日春組が最後締めてくれますから、それはもうエールを送る、ひたすら送るし、大成功を願います。そうだし、そうだから私はとりあえず、明日からは小林ゆりとしていきます言うて、え、今日何日、今日21か20日か21か、どっちやな、どっちかやな、もう、え、よ、え、は、4日後本番、バグ、なんかのバグ、ん？あれ、おかしいな、まあ、とりあえず5日後は絶対本番ってことですね。はい、こんばんは。また芝居しような、僕も絵本書くわ、芝居続けろよ、よっしゃ頑張ろう、お互い頑張りましょうね。ああ、芝居続けろよって、本当にまだ話続くことになるけど、なんかこの作品に出会って、あ、なんかもっと頑張ろう、もっとできそうなことまだまだたくさんありそうとか、なんかよりお芝居好きになったし、希望が増えたかな。はい、なのでまたご一緒できたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。寝てください、おやすみ、明日盛り上げてきてー
また改札も頑張ろうね。うん、頑張る、頑張るよ。ほろ酔い全然なくなんないじゃん。え、何ミリ入ってんの？ちょっとしか入ってないじゃん俺。はい、あー一人打ち上げだ。酒を混ぜてテンション高めで喋れました。はい、けど今話したことは全て本心です。そろそろ終わるかみたいなとこあるよね。うん、配信ね、もう2時だよ。どうする、私もう寝るの4時や。終わった。こんばんは。打ち上げ消費ではなかった。あ、確かに最初はお酒を消費するために飲ん開けたわ。はい、大政尊いありがとうございます。ありがとう。ではランキング読みます。5時起きの俺終わったそれはもうほんまに終わってるいきます。13位革命さん、12位タナさん、11位マスオくん、10位大間さん、9位ひとよさん、8位よしあきくん、7位博多の山さん、6位ひかるくん、5位バタヤンさん、3位かねしゃん、2位ザッチくん、1位が山ちゃんでした。どうもありがとうございます。おお、りんごさんりんごさん遊びに来たよって、もう終わる中で来てくださりましたよ。お母さん、お母さん今日ありがとうございました。いやー、りんごさんまだ起きてるんですねよしあきくん流れ星はいっぱいありがとうございます。ありがとう、ファンレベルが上がりましたと、ありがとうございます。というか何？というか私何を言おうとした？今記憶飛ぶね。何を話したかったのか分からなくなる。怖い怖い。とりあえず一旦雨降る正午風吹けば私のこれね、一旦終了で、応援してくださった皆様本当にありがとうございました。なんだ、そう、見に来てくださった方はもう本当にもちろん、もう何かね、もしこれ分かんなかったとかあればまたいつでも答えますので聞いてください。あとはあ、見に来れなかったけどと、応援してくださった皆さんもありがとうございました。またいつかね、予定が合う時に劇場でお会いしましょう。夏組お疲れ様でした。 ありがとうございます。洗濯しようとしたらコインランドリーがいっぱいで待ってるの。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ、この時間いっぱいなんだ。あれね、時間長いですもんね、1回2時間かかりますからね。おやすみなさい。またどこかでよろしくお願いします明日は頑張ってください。ちょっとさ、次郎とさ桐山さん、これさ、コメント以外にさ、きっとアバターとしてどっかいるよね。どこにいる？あ、桐山氏発見。スクショしとこう。二郎を探せ。坂本二郎どこや？坂本二郎。
どこだ？見つけたら教えてみんな。うん？坂本二郎入ってないのかここに。どこだ？いなくね？あ、いないのか。え？いないね。いないわ。次の舞台改札を抜けて頑張ってね。はい、頑張ります。でまた稽古状況報告します。昨日最前列で見られてよかったです。ありがとうございましたね。最前列で見るとね、またすごい表情とか細かく見えてね、いいですよね。はい、では本当におやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。じゃあこの夜を、なんかまだめっちゃ残ってんねんな。飲みます。はい、バイバーイ。